皆さんこんにちは、岡田克也です。与党の安全保障法制に対する検討会の協議会の結論が出て、合意に至ったということが発表されました。このことについて一言申し上げたいと思います。まず第一に、核論に入る前に総論として、戦後我が国は海外における武力行使というものを原則として行わない、日本自身が攻撃を受けたときに、それを排除するための個別的自衛権の行使に限定するという考え方をずっと取ってきました。この考え方を大きく転換し、海外で武力行使が場合によってはできるようにするというのが、今回の安倍さんの言う積極的平和主義の具体的内容です。そのことについて、国民にどこまできちんと説明したのか、あるいは国民の理解というものは済んでいるのかというと、私はそこは非常に疑問が、大きな疑問があるというふうに言わざるを得ないと思います。70年ぶりの転換を、政策の大転換をするのであれば、まず国民にその必要性や、あるいは具体的内容について理解を求めることが先だというふうに思っています。そしてその上で、個別の問題、いろいろ論点があります。論点は尽きませんが、例えば PKO 法を改正して、今までは自己保存のための武器の使用というものが認められていたわけですが、任務遂行のための武器の使用ということまで憲法上認められるというふうにした上で、今までの PKO を超えて治安維持活動などもできるようにするというものです。治安維持活動ということになると、アフガニスタンで NATO 各国、ドイツはじめ NATO 各国が行ったそういう活動が思い出されるわけですけれども、そういうことも含めてできるし、任務遂行のために必要な武器使用もできると、そこまで、なぜ行う必要があるかということについて、具体的説明はありません。あるいはそのことによって、自衛隊員にどういう危害を及ぶかということについても説明がないわけです。2番目に、航空法を作って、他国の軍隊の後方支援ができるようにするということです。どういう場合に他国の軍隊の後方支援ができるようにするかということについては、はっきりとした基準が示されているわけではありません。加えて、後方支援というのが、今までは戦闘が現に行われておらず、今後とも行われる見通しがないという地域、そういう限定された地域での活動のみが行われていたわけですが、今回考え方を変えて、現に戦闘が行われている現場以外であればいいと、かなり戦闘現場に近いところまで行うことができるということになるわけです。このことの必要性や、あるいは危険についても説明がなされているわけではありません。周辺事態法も改正をして、周辺事態という概念を取り去るということですが、今までは日米安全保障条約の効果的な運用に資するという法目的のために、この周辺事態法がありました。日本の周り、安保条約の適用の範囲、つまり極東で、そのまま放置すれば日本に危害が及ぶような場合、そういう場合の法律だったわけです。それを、そういう地理的概念も取り、場合によっては日米安保条約という言葉も出てこないかもしれないということになると、本来これは全く別の法律になるということであります。そのことについての説明も明確ではありません。集団的自衛権についても、国会で何度も私自身も議論していますように、日本自身が攻撃を受けた時と同じぐらい大変な状況というふうに説明しつつ、ペルシャ湾で、機雷がまかれて油が来なくなるような、そういう経済的な状況も必要性として
集団的自衛権が場合によっては行使できるんだというふうにして、果たして歯止めがかかっているのかどうか、非常に曖昧な、そういった限定ということになっているわけです。一言で言えば切れ目のない対応ということを安倍さんは安全保障法制、というふうに言われるわけですが、我々に言わせれば歯止めのない自衛隊の海外派遣であるというふうに言わざるを得ないわけであります。私は全て、現状のままだけでいいということでは必ずしもないと思いますが、時代も変わり、そして自衛隊の活動範囲も広げる、そういう必要性も認めないわけではありません。しかしそのことの必要性、リスク、そういったものが国民に説明されないまま、加えて従来の憲法解釈を変えるということになる、そういった大きな政策転換を、法律だけでも3本4本大きく変えるということになるわけですけれども、そういうものを短期間に一つに押し込んで、そして議論しようとしているということに、非常に危機感を感じるわけであります。衆議院予算委員会も回ってますので、なかなか議論する機会が少には来ないかもしれませんが、ぜひ党首討論も開いて、そこで総理と徹底的に議論したい、そういうふうに考えているところです。自公は抽象的に合意したということですが、今日合意したということですが、今申し上げたような具体的な危険、自衛隊に対する危険、そして海外で武力行使あるいは後方支援をすることの必要性、そういったことについてより具体的に語る必要があるというふうに思います。統一地方選が近いからといって、ここを曖昧にして統一地方選挙終わって連休が明ければいきなり法律が出てきて、そして国民よく理解しないままに法律が成立してしまうということは断じてあってはならない、そういうふうに思っています。ここは我々国会議員にとっても政党にとっても正念場だ、しっかりと頑張って議論していかなければいけないと改めて感じているところです。以上です。